はいどうも250番です、えー、なんかわけわかんないどんぐりみたいなやつが人の名前を出して名前を出した人たちの傘の中に入って、えー、調子こいて生きがってるんでそれに対して、えー、アンサーの動画あし,ゃべりしゃべろうと思います俺は、えー、ラップで話したり、えー、モノマネをしたり、えー、それなりに、えー、時間かけてやってるわけなんですよね喋ってるだけの芸の,のない動画で返してくんのやめてくれよ うん、面白くねえから。うん、あ現役の頃にもお安全なところから後ろからギャーギャー言うようなああいうやついたよみたいな感じであの言ってたかもしんないけどそれお前だろ。なお前だろ。なおいどんぐり。強い人にこびて「ヘいヘいヘいなんとかさんすええー、なんとかさんが」ってやってんのお前だろ。などこが安全なとこなのね全然安全じゃないだろ。 あの、犯罪者なんだからさ、ね、いろんな脅迫が来たりとか何だとかあるんだよ俺にもあんたらあの陰、ー、出だからさね、俺はあのー、自分が言ってもいないことでいきなり動画に出して、えー、名指しで動画を出されてねあの、わけわかんないことをおやってきたのは最初にやってきたのはそっちだろうそれに対して俺は大人の対応したんだよでもね 俺の好きな人の奥さんが脅迫されてたりとか、ね、寄ってたかって悪口言ったりとかさそういうことをあのしてたのあなた達でしょで別に俺はあの個人的な恨みは別にないわけですよ個人的なあの恨みはないけども好きな人がね嫌な目にあ、えー、ってたらあのそれに対して何らかしらのことをしたいって思うのがあの普通じゃないですかだからあなたもあの俺に対しての動画を出したわけですよね だからって、俺は別に安全なところで、ね、後ろから、やいやいっつって言ってるわけじゃないんですよ。俺は何かあったら呼んでくださいって俺は言ってるわけですよ。俺は安全なところにいない。あんたはどうなのうん。あんたはどうなんだよ。うんあんた、暴走族なんだろ現役の頃かとか言って。言ってんだろじゃあ、あれだろあの、喧嘩の一つもしたことあるわけだろ。うん。で、まあ、いい年して、えー、路上での喧嘩っていうのはできないから、リングの上に登ってこいよ。 うん、いつでもやってやるからマジで、うん、あの全然俺は安全なとこにいないわけですよ他の YouTuber の人なんか言ったかねなんか言いました、ね、俺だけじゃないですかちゃんと言ってんのねあんたみたいにね女子高生みたいにあんたみたいに強い人たちとの軍団に群れてそこの安全粋なとこで動画を出してるわけじゃないんだよ、うん、勘違いすんなよ ね、危険な目に遭うかもしれないとかさ。で、俺も俺なりに気使って、気使ってね、ああいうふうにモノマネをしたりとか、ね、ラップにしたりとかあの、俺なりに気を使って動画出してるわけなんだよね。で、言いたいことの5%も言ってないわけですよ、俺は。エンタメに持ってってるわけなんで、うん。何がそれが、ムカついた、ムカついた生き方がだと。お前だから。うん、お前がダサいよ、どんぐり頭。な、うん、めんじゃねえよ、この野郎。暴走族なんだろ、うん、じゃあ、リング上がってこいよ。 あの全然あの日取り決めて、えー、やるんで、あのー、その辺よろしくお願いしますで、あのー、ラップに対してはラップで返せよでモノマネに対してはモノマネで返せよほ、うんと芸がねえんだよこっちは歌詞書いて音楽にその歌詞に音楽載せて音楽に動画を載せてってあのそれなりに時間かけてもうそんなにトゲトゲしくならないように、えー、やってんだよエンタメも理解できないのかよお前は ああ YouTube 向いてないからやめた方がいいよ。登録者が物語ってるよ。うん。どんぐり野郎が。うん。そういうこと。あとね、そっちの、その出した、どんぐりくんが出した動画のコメント欄見たんだけど、250番にコメントしたら、あのー、コメント消されましたとか言ってるけど、あのけコメント消してないから言っとくけど、うん、やめてくださいよ、そういうわけわかんなこと言うのは。ちょっと前までは、そっち側のえ文句言ってて、今度はこっちの文句言って、えー、なんなのうん。 何なの忙しいね忙しいね、うん、あんたの本名も知ってるし、うん、あんたの写真もあの知ってるわけだよ別に出さないけど視聴者があ顔も出さねえでコメント欄でふざけたこと言ってんじゃねえぞこの野郎コメント欄消してねえからなあ言っとくけど、うん、動画を上げ直したわけですようんえちょっと言い過ぎたかなとこっちもこっちで気使って、あのー、動画作ってるわけだからいろいろと あの言われたくないようなこともあるだろうかなと思って俺は一回動画下げたんだよね、うん、動画下げて気使ってピー入れたりとかしてあの上げ直してるわけだよ、うん、コメントなんか消してねえから、うん、あとこっちにいい顔して、えー、ちょっと前までこっちにいい顔しといて、うん、次そっちにいい顔するふざけたことやってんじゃねえぞこの野郎マジでよ、うん、いい加減にしろよ、うん、あとななんかあの誤解してるようだからあの言っとくけどあなた方があの叩かれてた時も俺は 叩くのは賛成じゃないって俺は言ってて俺言たんだよあと、陰口言ってる人とかもいたけど、あのー、陰口はよくないですよっつって、あのゆったり、あのあんたらは俺は散々擁護してたんだよ。知らないだろうけど。で、あのー、ね、最強アウトローっつって出てきた時に、ね、何なんなの、何なのあれって、気に入らないんだけどっていう人とかもいるんだよ。うん、いるけども、いやいや、YouTube ですからっつって、あの説明してんだよ。うん、悪いけど。 あんたらのことをこう悪く言ってた視聴者なんかもいて、それを俺は擁護してたんだ。擁護してたら、その視聴者と喧嘩になって、あんたらに俺が文句言ってたっていう風に吹き込まれたんだよ。ふざけんなよ、マジでよ。何も、知りもしねえで。ふざけたことやってんじゃねえよ。俺は前の動画でも言った通り、チャンネル登録して見てたんだよ。見てたらいきなり俺がアンチってことになってて、 ね、俺がズタズボロに言われてたわけだよ、うん。そんで低評価つきまくったんだよ。俺その時に。それに対しても俺は言い返してないだろう。な逆に擁護してたじゃねえかよ。それは YouTube としてネタとしてやってんじゃないですかって言って、俺は擁護してたんだよ。うん、あのー、何も知りもしないで言ってんじゃねえよ。うん、あとな、あの古畑任三郎。俺死んだ、あの、亡くなったの知らなかったんだよ。で、動画上げる前に知ったの。一緒に撮ってた後輩が。 いやそういうタイミングだから真似したのかもしれないっつって言ってきたんだけど、ほんとたまたまなんだよ、うん。たまたまなんだけども、もうやっちゃったし、あの、出そうっつって出したの。まあ、俺も別にそこら辺のデリカシーとか全くないわけじゃなくて、俺は作品として好きだったからね。好きだったから別に出したっていいじゃん,、うん。追悼だよ、追悼。何が不謹慎で何とかとか、ね。教科書通りなこと言ってんじゃねえや、偽善者が。うん、お前みたいな偽善者大っ嫌いなんだよ、うん。俺は。お前らみたいな。 ニコニコして、あくどいこと考えてる。あんたらみたいなのが、俺は一番嫌いなんだよ。あとね、俺は、何々さんがどうとか、えー、どこどこっていう暴走族に入ってたとか、こんなに、えー、自分の周りに怖い人がいるとか、あの、動画の中で言ったことないんですよ。ーチーム名を出したりとか、えー、こんなエピソードがあってどうたらこうたらとか、そんなこと言ったってしょうがないでしょ。俺はどっかの誰かさんみたいに、どこどこに属しててとか、そんなことは言わないんだよ。わざわざ。 何かあったらあの自分一人で、えー、責任取れるようにあの周りは巻き込まないようにしてんだよ俺は言っとくけどあんたみたいに群れて物言ってるわけでもねえし人の名前使ってるわけでもねえんだよ格好悪いのはどっちかよく考えろよとまあ好きな人がいろいろ言われてあの嫌だったっていうのは分かるけどもあのさっきも言ったようにこういう動画を出してるわけだから何かあってもしょうがないなと思って俺はやってるわけなんだよ うん、危険な目に遭うかもしんねえなとか、いろいろ思ってるんだよあの。思ってやってるんだよ。あの他の視聴者みたいに、あの他の YouTuber の人とかみたいに、あの中途半端なことやってないだろ、俺はあ。嫌なんだな、嫌いなんだなって、あの一目見て、わかるように、えー、やってるんだよあの。どっかのチャンネルみたいに、なんか中途半端な感じじゃないんだよあの。敵に回したくない感出してやってないだろ。俺思いっきりやってるんだよ。うん、嫌だから。 だって YouTube だぞあの。YouTube ってあの平和なもんなんじゃないのかよ。陰口言あの悪口言って誰かを貶めてみんなでそれに対してゲラゲラ笑って、ねなんとかしついにめくれたとか言って名前までご丁寧に出してさ、ねお前だよああ。どんぐり。お前みたいにやってないだろ。俺は自分で企画考えてどうにか登録者増えないかなっつって今まで散々、今まであの仕事も辞めて、 あの自分でやってたそれなりに、まあ、超儲かせたわけじゃないけども今の何倍も稼いでたんだけどそれ捨ててあのもう本当に文字通りあり遊びじゃなくて YouTuber になりたいと思ってあの YouTube やってたのにいきなりこんなことになってるからあの何なのってこっち思うわけじゃないですかそれでそういうのはやめてくださいねっつって俺はそういう意味も込めてパロディーとかエンタメに持ってってたんですよそういう,うにおな何だこれあ?」ってやんのかとか なんだとか本当は言いたいんだけど、あのー、そういうのも情けないしいや、俺はどこどこに知り合いがいて、えー、なんとかでかんとかでとか、チーム名はどこどこでっつって、何百人いて何千人いてとか、言ってないし、こんな知り合いがていてどうだろうこうだろうでなんつって、言ってないわけじゃないですか。僕、だっやっぱ横浜ですよ。横浜の暴走族ですよ。国内、えー、最大級のメッカの地ですよ、横浜は。あのでも、そんなこと言いたくは なないいしこれから先もあの言わないですよただ、えー、横浜の人たちの名誉のためにも俺は言ってるわけですよ本当にすっごい怖い人い,いっぱいいたし、えー、本当にめちゃくちゃ悪い人たちもいっぱいいたなのによくわかんない人が最強アウトローっつって出てきたらやっぱりみんなムカつきますよなんなのこれとは思いますよやっぱりだからといって何があるわけでもないし、あのー、YouTube なんで あのどんぐりくんもね、あこれはいいネタだと思ってやったのかもしれないけども、俺はこういう、そういうつもりでやってるんで、あの、ご理解ください。よろしくお願いします。うん、そういうことで。